方向性で重点政策を作り、一段高みの議員外交をやっていく時期に来たと主張。また山下隆事務局長は会合後、記者団に対し、アメリカを含め平和で安定的なインド太平洋地域のためにも台湾問題は避けて通れないというのが各国共通の思いだ。プロジェクトチームで戦略的に幅広い分野から議論すると説明しましたと、それぞれなっております。はい、中国がですね、その尖閣周辺でやっていることが、はい、国際法違反だって今更官房長官が言わなくたってみんな分かっている話なんですけど、はい、その冷静かつ毅然とかですね、そんな形容詞どうでもいいので、とにかくその実効的な対策をですね、どんどん進めなければもういけない時期に来たなというふうに思います、はい、で先週もお伝えしたその漁船をですね、尖閣周辺に出すだの出さないだのということを水産庁が決めているようですけれども、こんなことは全く意味がなくて、危険というものを承知しながらですね、例えばその漁船に乗って国会議員が行く、あるいは一部の民間人が行くということについては許可を出すべきですよ、もうもはやね、そういうふうなところもありつつ、一方ですね、この自民党の外交部会で台湾 PT を立ち上げたというのは、これは画期的なことなんです。でこれは少し前にもお話ししましたように、昨年の夏からこの自民党の外交部会の座長というかですね、部会長が佐藤正久さんになったんです。この番組でおなじみの、で佐藤さんが部会長になって、めきめきと自民党の外交部会がまともになってるなという。ですよね、最近しっかりと、いいことやってますからね。だってね、ウイグル問題をね、そもそも部会でその真正面から取り上げるなんてこと今までできなかったんですよ、で台湾だって結局ほら正式な国交がないということを言い訳に、なんかこう議員同士が親睦的な、議連を作ってやるって話だったんだけど、外交部会でやるっていうのはまさに与党の政策としてやるってことですから、これ素晴らしいと思います。そうですね、本当に。でもいろいろもし番組お越しになったら厳しいことを言うんですけれども、まあでもそれはさておき、やっぱりね、人が変われば変わるんですよ、本当に。ただおそらくですね、この外交部会が台湾 PT を作って、今まで その議連での外交と、議連での議員外交よりも一段違う形でやるっていうふうに言ってますけれども、でもこれ多分党内でまたいろいろとね、親中派がいますから、圧力はあるでしょうけども、もうガシガシとですね、投げ倒してやってほしいなというふうに思うことと、この事務局長の山下隆さんという人は、皆さんあんまりお名前を知らないかもしれませんけれども、この人は一応石破派なんですね。ただ、山下さんはですね、安倍政権の、末期の頃にですね、一本釣りで、確か当選3回であるにもかかわらず法務大臣になった人なんです。閣僚経験者でしたよね。そうです。ですから、あの時石破派からただ一人、この非常に議員歴の若い山下さんを一本釣りして法務大臣に据えたって大抜擢の人事だったんですね、なんでなのかっていうと、この人はもともとですね、東京地検特捜部の検事であり、法務省の官僚だったんですね。でその時にアメリカの、要するにワシントン DC の日本大使館勤務の時期があって、その時にアメリカで2000年代の初めに起きた慰安婦裁判、向こうの韓国系の人たちが起こしたんですけれども、その慰安婦裁判で勝ちを勝ち取った人なんです。勝利を勝ち取った中心人物なんですよ。ですからそれを安倍さんが知っていて、石破派ではあるんですけれども、山下さんはということで、その法務大臣に抜擢したっていう人、で私も存じ上げてますけれども、非常に人物的にも、誠実で、明るくて、それこそ東大法学部からなんですが、地検特捜部っていうね、超エリートなんですけれども、全くそういうこともなくですね、気さくな、とてもいい人です、いい人っていうかね、要するにやっぱり誠実で本当に日本のことをこう真剣に考えてる人で、この人はですね、あの民主党政権が許せないってことで官僚から政治家になった人ですから。動機がそうです。で特にやっぱ彼が一番許せないと思ったのは、例の尖閣での漁船の衝突事件ですよ。あの時に那覇地検が、判断したんだとか、わけのわからないことを抜かしたわけですよ、当時の戦国官房長官が。これに怒って、もう自分は政治家になるって言ってなった人なんです。
ですからたまたま石破派にはいるんですけれども、まあ、そういう人で、だからこれはね、佐藤さんと山下さんのコンビっていうのはすごくいいと思いますね。あの非常にやっぱり新しいし、あんまりいろんな旧自民党的しがらみっていうのにしがらんでなくて、でやっぱり日本の国益、それから国民の安全、領土の保全、これをやっぱり考えてやるっていう意味では非常にいいコンビですから、もうぜひぜひ頑張ってもらいたいですね。なんかちょっと検察でからね、こういう方が出てくるって素晴らしいことだと思うんですよ。ちょっと私懸念するのは、最近優秀な人があまり検察官にならなくなってきてるんですね。そうらしいですね。で最近どんな、まあ、もともとね、まあ、司法修習制の中で一番いい上積みは、これもう強制的に裁判官、まあ、強制とは言わないけど事実上強制的に裁判官になるんですよ。で弁護士事務所、弁護士になるって言って弁護士になろうとすると、もう法務省からスカウトが、もう入れちゃいけないというね、もうこっち裁判官に引っ張るから入れないでくれって通達というか、内々である、 そこまでして、こいつって目をつけた人はもう半ば強制的に裁判官にしちゃうんですよね。で裁判官のレベルはまあまあそれなりに保たれてるのかもしれない。ただ問題なのは次検察で、最近の空気を聞いてるとなり手がいない、大変だからね。それで、でも給料も全然、収入もね、ほら、バリバリ裁判、弁護士で稼ぐのに比べるとね、稼げないとかあるじゃないですか。で、その辞め権とか言って、ちょっとやってすぐ弁護士になられるぐらいだったら来てほしくないみたいなのがあって、ですから、本当に全国の、まあ、司法修習中に全国でもう、誰かやらないかみたいな感じになって、いやいやちょっと私はみたいな感じでですね、一生懸命検察官を確保しようとするけども、どうもまあ本来取りたい人じゃない人も含めてね、なんとか定員埋めなきゃいけないみたいな空気に最近なってんですよ。なので、まあかつてはね、それなりに優秀な人が入っていったんでしょうけども、だって検察の質が落ちたらやばいですよ。そうですね、ただでさえ検察のね、いろんな不祥事とか、ね、冤罪とかも出てき、まあ、あるぐらいですから、これで検察の質が落ちたらですね、相当日本はまずいなと思うんですけどもね、ぜひね、優秀な人、どんどんしっかりとちゃんとした思想を持った人が検察官になってほしいと思いますけど、自衛隊の問題が分かります。これがね、そうですね、だからまあやっぱり本当にね、自民党もそういう意味で変わるところに来てるんですよね。でこういう若手のまあ議員で本当にその、まあ一種の国益派ですね、私は保守派というよりはやっぱりその国益を考えられる人、あるいは日本の国体をきちんと理解してる人っていうのをちゃんと自民党は見極めて各地に候補として立てないとダメですよね。で、まあ、そうは言っても山下さんも大臣やられたんですけれども、やっぱり選挙となるとね、まあそんなにほら2世でもなければあれじゃないですか、だから結構いろいろ大変みたいですけれども、はい、やっぱりこういう人はどんどんその当選回数重ねられるようでなくちゃいけませんしね。そういう政治的土壌がね、そう、何よりね、まあ、ようやくね、その台湾が中国にもしかしたら侵されるかもしれないという緊張感の中で、日本の中で空気が変わってきたっていうのは大変重要なことだと思うんですよね。あとはこれをしっかりと高めていってほしいんですが、なんかね、台湾大変だよねみたいな、予想なんか対岸人ごとで対岸の日みたいな感じで見てまして、まあ日本の安全保障にも影響を及ぼしかねないというね話ありましたけども、いやいや、むしろ日本の方が先ですからね。中国が台湾をもし侵攻するっていうのは、まず尖閣を取るはずですから、で尖閣を拠点にするはずなんですよね。まあ拠点というか、これもし尖閣に米軍ががっつり入っちゃうと、なかなか台湾侵攻しにくいじゃないですか。で台湾を行くんだったら、まず最初に尖閣だって、尖閣なんか自衛隊何もいないんですからね、パッと来てしまえば取れちゃうわけですから。だからで取らなければ、あそこ米軍がね、いろいろと置くとややこしいですから、もう台湾のもうちょっと地図出てますけど、もうすぐそばですからね。もし尖閣に米軍がね、だって尖閣諸島の一つの久場島っていう島は、はい、米軍が演習場として使ってるわけですからね。でそれ以外にもですね、それこそ地対艦とか地対空とかですね、ミサイルをいろいろ配備されたりとか、あとはその、
まあ、滑走路を作って、海兵隊 の、はい、なんか動ける拠点とかになると、中国からするとすごくやりにくいですよね、だからもし台湾を侵攻するときにはまず尖閣を落とすはずなんですよ、だから日本の安全保障にも影響を及ぼしかねないところが台湾有事というのは イコール日本有事なんだという、いやむしろ日本の方が先にやられるんだっていうそういう意識をですね、まあ、やっぱ持つ必要があるんじゃないかなと思いますね、ただね今やっぱりこの東シナ海南シナ海というのは本当に大変な状況になってきていて、日本人がねその台湾海峡での様子を、まあ、本当に対岸の火事あるいは、対岸の火あるいはその、そうすらも認識してない国民が多いっていうのは本当に信じられないことなんですけれども、まあ、中国がずっとこう海警の、ね、船を、まあ、尖閣周辺によこしているということと、それから台湾海峡についこの間アメリカの、はい、駆逐艦でしたっけ、が通りましたよね、ジョン・S・マケイン、ね、そうですね、あれが通ったっていうことも、まあ、いかにそこに緊張が、あるかっていうことだし、それからもうちょっとずっと南に下ってくると南シナ海に、はい、フランス側の原戦を、ねまあ、そこに通ったっていうことを発表してましたよね、フランスの国防大臣かなんかが発表して、原子力潜水艦が巡回したんですね、その南シナ海を、だからそれ事後に発表してるわけですけれども、ですからここにもそのイギリスは入ってくるわ、フランスは原戦を送り込んで巡回させてるわっていうことで、東シナ海南シナ海とこの連なってる海の部分っていうのが本当に今ホットスポットになりつつあるんですよね、ドイツも来ますしね、あそうです、ドイツも来るって言ってますね、だからそのそういう認識がね日本人にないということが恐ろしいし、ましてや国会であんな白服パフォーマンスなんかやってるような状況じゃないんですよ本当に、だからせめてね、まあ、自民党の部会がこうちょっと真面目にやってくれてるっていうのはいいんですけれども、実効的対策としてですね、例えばその、まあ、今各国の軍の話をしましたが、この虎ノ門ニュースで昨日でしたっけね、はい、伊藤会長、元会長がお出になられていて、伊藤さん前に木曜日来ていただいた時もおっしゃってましたけど、はい、これさっさと組織を組み替えるべきですよね、やっぱり海上保安庁を今のように国土交通省の下にぶら下げてるとかね、あるいはその漁船に関しての取り締まりはその何ですか、全く丸腰のね水産庁の船だとか、そんな状況じゃもうないでしょう、指揮命令系統はね、だからそれはやっぱりちゃんとしたその組織にして、まあ各国の海上警察並みにね、していくべきだし、でその伊藤さんおっしゃってたように自衛隊のね退役した船を海上自衛隊、海上保安庁の船に作り替えて、はい、使うっていうことを考えた方がいいですよね、ね、海保の方が武器使用できますからね、そうですね、自衛隊の船がペラペラなんですってよ、まあ、だからちゃんとしたものを持たせなきゃダメです、だって自衛隊は武器使用のハードル相当高いんですけども、海保は武器使用すぐできますからね、何かあったら目の前で使っていいですから、許可、まあ、やったことありましたからね、そうそう、これはですね十分に活用すべきですよね、海保はね、だからそういう意味でその、ね、もう一発当たったら沈んじゃうような船では、とてもじゃないけど、はい、危ないので戦える船にしてほしいですね、そうです、そういう船をさっさと作ることですよね、はい、いやもうイージス艦退役させたらそのまま白く塗ればいいですよ、そうですね、そうそう塗ればいいだけの話ですから、塗るだけです、早い話、ね、ジャパンコーストガードって書くだけですからね、塗ればいいですからね、だからそういうことをもうさっさとできることをやる必要がありますよね、本当にね、予算をどんとね、でその、まあ、予算をっていうのもあるんですけど、自衛隊の船 の、 その退役したものを塗るだけだったらね、そんなにお金かからないし時間もかからないし、でしかも退役した自衛官も若くしてね、もう辞めるわけですから、彼らをそのままだってまだ50とか55ですから、かす、ね、若くて一番できる人たちが辞めちゃうんで、それを海保にそのまま横滑りでいいじゃないですか、でいざとなればまたね自衛官にも戻りやすいですし、現役で海保やってればね、あとそのねやっぱり伊藤さんおっしゃってたけれども、その出航情報が漏れてるって話あるじゃないですか、それもね、これはね昔からなんですよ、実はこれは沖縄に限らないの、いろんなところの例えば自衛隊のですね船の動きとか、米軍基地の船の動きとか、全部漏れてるんですよ、でこれ前から問題にされてるんですけれども、尻尾がつかめないんですね、
ただ沖縄に関してはもういくらでもそういう余地が特に他の地域よりも広いので、どれだけね、うん、内部に通報者が多分いるんでしょうね。だからこれはね本当にやっぱりそういう意味で法律のね、まあ、俗にスパイ防止法と言われるものですね、はい、これ例えばアメリカでそんなこと内部でやったらどのぐらいの罰を食らうんです、まあ、相当な罰なんでしょうけれどもね、ちょっとわからないですけどね。ちゃんとスパイ防止法を作って厳罰に処すっていうことをやっておけば、そう簡単にそういうことができないようになります。まあ、そうですね。まあ、別に刑罰作ったかなくなるわけじゃないですけど、今別に大した罪じゃないですもんね。ないです、全然ないです。職務規律違反で辞めさせられるぐらいじゃないですか、多分そうですね。国家公務員法違反ぐらいで、情報機関の存在っていうのもね、そうですね、日本はね、で日本の、ね、情報機関別に全然ないわけじゃなくって、情報を取ってる人たちは結構優秀だったりもするんですよ、だから北朝鮮関係なんかでも相当な情報を実は持ってるんですけど、生かす仕組みがないってことが問題なんですね、それとその諜報活動をやる人たちの保全、はい、ということが他の国みたいにされないっていうのが問題なんですよ。だからこれをねやっぱりこれさっさとやってほしいんだよね、本当にやっぱり法整備ですね、そこも含めて全て関わってきますね、はい、では続いてのニュースは武田さんいかがいたしましょう。はい、それでは14番、14こちら、はい、参りましょうか。仮想通貨300億円、日本円ですかね、盗む北朝鮮安保理パネル指摘とありますが、こちら続けて深入りまいりましょう。共同通信によりますと、北朝鮮が2019年から2020年にかけサイバー攻撃を通じて仮想通貨を合計およそ3億1640万ドル、日本円にしておよそ330億円盗んだと国連安全保障理事会の専門家パネルが指摘していることが9日分かりました。これは国連安保理の北朝鮮制裁委員会の下で制裁違反の有無を調べる専門家パネルが今年の年次報告書の中で指摘したものです。金融機関や仮想通貨の交換業者などへのサイバー攻撃によるもので、盗んだ資金を核兵器や弾道ミサイルの開発推進に充てたとみられております。仮想通貨は追跡が難しく規制も比較的緩いため、北朝鮮が制裁逃れで利用しているとされますと、なっておりますが、そうなんですよね。これまあ前々から指摘されていたことなんですけども、あのコインチェックでね盗まれた、はい、あの仮想通貨なんかも、ね、北朝鮮に渡ってるんじゃないかなんてことは、ね、言われてます。で結局あの、まあ、はい、まあ